にちは、立花事務局宮本杏里と大河内真由です。お願いします。はい、では宮本先生、はい、やっと来ましたね。はい、来ました。私たちがもうずっとずっと皆さんにお伝えしたくって、やっと伝えれることっていうのが何かっていうと、はい、復縁しやすい女性の特徴3選をお伝えしたいと思います。はい、絶対この彼と彼女と復縁が無理だって分かっていても、やっぱりそんな中でも成功させてる人たちってたくさん私たちも見てきてるんですよね、はい。じゃあそんな成功者の人たちはどういった特徴があるのかっていうのを今日3つお伝えしてますので、最後までぜひご覧ください。はい、で本題に入る前に、皆さんが最短最速で復縁するための無料プレゼントが3つ概要欄にありますので、まだお受け取りしていない方はぜひ受け取ってください。はい、はい、じゃあ本題に入っていこうと思うんですけれど、私たちの会社ってやっぱりこう毎月700件800件ってこうご相談ね、たくさんもらうんですけれど、はい、私も実際に彼と復縁したいと思ったことがあって、復縁活動を頑張ってる時期がありました。はい、でその時に、まあ、なんで復縁したいんだろうなと思ったんですけど、なんかこうこの彼とだったら将来が見える、この彼とだったら一緒にいたら楽しいとかっていう思いがあって、まあ、付き合ってたんですけど、まあ、でも別れたいなと思う時って、この彼とまた喧嘩しちゃうんじゃないかなとか、こう良さは知ってるんだけど、なんかこのままいても大丈夫なのかなってこう先が不安になってしまって、別れを切り出したり切り出されたりっていうことがあったんですよね。それってなんか電車に似てるなって思って、そうですね、なんか復縁って途中下車だと思うんですよ、はい、電車の。だから一度乗った電車なのであれば、やっぱりどこに行くのか、居心地がいいだとか、やっぱり安心して乗っていられると思うんですよね、本当にそうで、なんかこう彼と喧嘩しちゃった時とか別れた後に他の人を見ようと思ったこともあるんですよね、でも見たら見たで、あ、やっぱりあの時の彼の方が良かったなって、自分が比べちゃってたんですよね。だからあの電車に乗っとけば良かったじゃないですけど、あの彼と戻れたら私もっと幸せになれるかもしれないななんてこう思ってた時期もあって、だからこうある程度した中っていうのは、復縁をした時にこう前よりも今の方が幸せっていう満足感もね、得やすいっていうのをすごく思います。そうですよね、乗ってみた新しい電車が行く目的地が思ってたところと全然違っていた、乗り間違えて大変なことだったりだとかやっぱり思ったより居心地が悪くって運転が荒かったりだとか、あとはこう乗せてはくれるけれど走ってくれない、まあ、お付き合いで言うとリードもしてくれないだとか、全部受け身になっているだとかね、なので復縁を願いたいのであれば、もう途中で降りないようにするために別れの根本的な原因もしっかり分析をして、途中下車しないようにやっぱり工夫していくことが大事になってくるんですね。はい、はい、そうですよね。なので今からは実際に私たちの生徒さんの中で復縁が成功できた3つの体験談をもとに皆さんにお伝えしていきたいなと思います。はい、はい、では早速1人目の方なんですけど、はい、まず私の生徒さんからの話をしていこうと思うんですけれど、30歳の女性の方 で彼から結婚は無理って言われてからの逆転結婚をした方がいらっしゃるんですよね。すごいですね、その方。そう、本当にすごいです。はい、で、まあ、簡単に言うと、まあ、付き合ってる時は私30までには結婚したいからっていう、まあ、結婚願望を彼に伝えていたんですけど、彼は俺は30までは仕事を頑張りたいから、今そういう風に言われてもちょっとプレッシャーになっちゃって、もう結婚はちょっと考えられないって言われちゃって振られちゃったんですけど、でこの生徒さんとどういう風に進めていたかっていうと、彼とやっぱり結婚したいという気持ちは変わらない。でもちろん30歳までには結婚したいという気持ちも変わらないんですけれど、やっぱりこの彼っていうのが生徒さんの中では強かったので、仕事を頑張ってる彼を本当にじゃあ応援してあげるスタンスに切り替えて、彼の仕事の話を聞いてあげたりとか、愚痴を聞いてあげたりとか、ご飯をじゃあたくさん栄養のあるものを作ってあげてっていう風にちょっと献身的に彼に関わりに行ったら、彼がこうやって俺の大変な時を支えてくれるのはやっぱりまるまるちゃんしかいないから、やっぱり結婚しようっていう風に言ってくれたってことがあるんですけど、これってその生徒さんがこう前向きに彼の気持ちを受け入れて切り替えて行動できたからだと思うんですよね。すごく素敵な方ですね。やっぱりこう結婚のご相談って私もすごくよくいただくんですけれど、やっぱりどういう気持ちがベースになってるかっていうのがすごく大事になってくるんですよ。気持ちを切り替えて前向きにやっていこうって思っても、やっぱりそれが続かない人とかも多いんじゃないかなって思っていて、じゃあその時に本当に彼と結婚したいのか、本当に彼がいいのかっていうところを考えてほしくって、例えば世間的なステータスだとか、年齢がとか、親の目がとか、そういう外、自分じゃない外側の何かで結婚しようと焦っていないかっていうこと、もう一つあって、ちゃんと彼と幸せな未来を見ていきたい、彼と最高のパートナーシップを築いてみたいっていう純粋な、そういう彼との経験を体験したいっていう思いから来ているのかっていうところもしっかり自分の中で振り返ってみてほしいんですね。はい、そうなんですよね。この生徒さんもそうなんですけど、自分が彼とどういう風になりたいのかとか、自分は彼と何で一緒にいたいのかっていうのをちゃんと正しい方向に向かって気持ちを整理していくってことがすごく大切だなと私も思ってます。はい、
じゃあ2人目の体験談いきましょうかね、はい、2人目の生徒さんなんですけれど、はい、まあ、いわゆるセフレみたいな関係の彼を好きになってしまっていて、まあ、あとちょっとで付き合えるかなと思ったんですけど、付き合う相手はお前じゃないって言われちゃって振られちゃった方のご相談があったんですよね、はい、でやっぱり同じ女性としてこうセフレだったんだ私ってなるとめっちゃ落ち込みませんか。めちゃくちゃ落ち込むと思います。女性としての自尊心とかもちょっと削られちゃいますよね。そうなんです。ただなんですけど、この生徒さんは落ち込んだけど、うん、どうにか彼を振り向かせよう、追いかけさせようとして戦略的に行動に移っていったんですよね、うんうん、ね、じゃあどうやってやっていたかっていうと、まあ、彼女さんと彼はまあインスタグラムとかもつながっていたし、 LINE も別にブロックになったわけではなかったので、はい、じゃあまずあえて1ヶ月間連絡を取らないようにしたんですよね、うん、でその期間に、まあ、例えば友達とまあランチに行ってる写真だったりとか、まあ、ちょっと髪が長かったのでショートに切ってちょっとこう充実してる様子をまあストーリーとか投稿に上げていったら彼の方から連絡が来たんですよ、うんうん、でそこで彼からなんて連絡があったかっていうと、ちょっとなんか最近可愛くなったじゃん、やらしてよみたいな、そういうに連絡が来たんですけど、もうそこで今まで その私の生徒さんだったら、まあ、会いたいからどうにかこうにか会いに行こうとしてたんですけど、やっぱ線引きをしないといけないよねっていうのが私たちの作戦だったので、きっぱり断ったんですよね。そしたら彼の方からあの時はごめんっていうように、本当に誠心誠意が伝わってきたタイミングでちゃんと復縁したっていうのがあるんですけど、はい、これは戦略的っていうのをちゃんとできていた生徒さんの事例なんですけど、うん、3人目の生徒さんっていうのは、まあ、付き合ってる時のご相談だったんですね。でまだ別れてなくって、でも相談内容としては付き合っても4年ぐらい経ってもうそろそろ結婚だったりとかお子さんのことを考える年齢だから考えていこうよって言ってたんですけど、はい、彼がなかなか動いてくれないと。でどうしたらいいですかっていう相談で、うん、じゃあどういう風にしていたかっていうと、やっぱこう会話が一辺倒だったりとか、うんうん、こうデートがマンネリ化しちゃってたりとかすると、どうしてもその視野が広がっていかないよねっていうのが一個問題点としてあったので、うんうん、私の生徒さんに例えば料理教室に通ってちょっと料理のレパートリーを増やしてみるとか、うん、で新しい知識を蓄えるためにちょっと何かの勉強をしてみるっていうようにして、彼がそんなことできるようになったんだ、いつから勉強してたのっていうような、まあ、いわゆるギャップを彼に与え続けることをして彼が動き出してくれたっていうのがあるんですけど、うん、これっていうのは私自身の価値を高めるっていうアプローチをしたんですよね。なるほどですね、うん、で私の生徒さんの場合ですと、うん、彼がすごくラーメン好きな方だったんですね、はいはい、なのであの彼の好きそうなラーメンっていうのを全国各地にあるので、そういうのをこうお取り寄せして、でこういうのあるから、でしかも面白いのがこれ生麺だから賞味期限1週間しかない、だから1週間以内に会えるんですよ、うん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 、賞味期限が1週間なんだけど今週どっかで会えないとかっていう風に聞いたりだとかすると、やっぱり彼の方も、そんなラーメンあるんだ、食べてみたい、でさらにこれテレビでも取り上げられててね、今人気殺到で全然手に入らないんだよとかっていうと、それだけであなたはその価値を提供することができた女っていう風になってくるわけなんですね、うんうん、いいですね。しかも俺のためにやってくれたんだみたいな、うんうん、プラスで嬉しいですよ ね。そうやって恋愛も復縁も受け身にならずに自分からどんどん楽しいことをしていって、でそれが結果彼も楽しいことになるって、その価値を提供できる女性っていうのがやっぱり復縁できる女性の大きな共通点かなって思います。そうですね、はい、じゃあちょっと今日の動画結構ボリューミーになっちゃったんですけれど、はい、最後しっかりとまとめたいと思います。はい、一つ目っていうのが、彼と復縁をして結婚がしたいって思った場合にはどうして彼がいいのか、なぜ彼がいいのかっていうのを自分が外側のステータスだとか、まあお仕事ももうやめて楽したいだとか、うんうん、そういった何か条件的なものではなくって、純粋に彼と最高のパートナーシップを築きたいからなのかっていうところを彼と話し合う前に自分の中でしっかり言語化して整理ができた状態で向き合うっていうところが大切ですっていうことです。はい、でじゃあ2人目っていうのは、戦略的に行動したってことが大事ですよね、はい、その彼のペースに合わせてずるずる行くんじゃなくって自分の価値を高めて自分の希少性をしっかりとアピールできたことが復縁につながったなと思うので、戦略的に行動するってこともすごく大切です。最後の3人目の方は、まあ、価値を提供するですよね、うん、こう彼が喜ぶことをしてあげるとか自分だけのことを考えるんじゃなくて、彼がどうしたら喜んでくれるかなとか、彼がどうしたら私のことを好きになってくれるかなっていうふうに考えてちゃんと動くってことがすごく大切になります。はい、そしたらこう2人で一緒に楽しめますもんね、うん、はい、なので今日お伝えした3つのポイントっていうものを皆さんの復縁活動の中にも生かしていってほしいなと思います。はい、でまだ一度もご相談できてない方は私たちが普段無料復縁ステップアップレッスンも行っておりますので、ぜひ来てください。では本日は長くなってしまったんですけれど、最後までご視聴していただいてありがとうございました。またねー。